皆さんどうもです、ポルスです。今回はソロとデュオのランダムストームと一方方向ストームのエンドゾーン合計5種類アップグレードしたんで、そのコードの紹介です。こんな謎の時期ではあるんやけどね、意外と使いたいって言ってくれる人がいてくれたし、あとこの大会のない時期っていうのは終盤の練習があんまりできないと思うんで、対面はねアリーナとか FFA があるんやけど、最近エンドゾーンやってるのもあんまり聞かないんで、ぜひねこれを機にやってみてほしいなと思います。それでは行ってみましょう。 Let's go。では早速まずは1つ目、ソロエンドゾーンのランダムストームから紹介していこうと思います。この島は一番最初に俺が作り始めたランダムストームの島で、まだまだね簡素なんやけど、逆に使いやすくはあると思うんで、ぜひ使ってほしい。三角四角でクリエイターサポートができるんで、クリサポもよろしくお願いします。人が集まったらゲームスタートしてもらって、湧く場所もランダムですね。でこの島の特徴はストームサージ警報が出るタイプのスクリーム、やったことある方いると思うんやけど、それにかなり似せて作りました。まずは始まってすぐに打ち合いが始まるんではなく、みんな攻撃ができない状態でエリアに向かいます。このタイミングは誰も銃を撃てません。でアンチを見てもらって、でアンチに向かうと、で一定時間経つと攻撃が解禁になるんで、それまでにアンチに入ってしまって、そこからスタートなんで、本当にストームサージ警報が出るまで攻撃禁止っていう、その流れをかなり似せて作った島ですね。であとはどの島にも対応してるんやけど、今までねアイテムが結構古かったりちょっと出方が違ったりしてたんやけど、今回からは一番新しいタイプのランダムアイテム、ランダム資材、弾は一定にしてるんやけどね、資材もランダム、アイテムもショットガンのレアリティ、アサルトのレアリティ、回復の出方、投げ物全部ランダムにして手に入れれるようにしてます。次はソロエンドゾーンのワンウェイ、一方方向に進むタイプのエンドゾーンですね。この島は待機所があるんやけど、まあこの待機所はただの待機所なんで、人が集まったらすぐにゲームスタートしてもらって構いません。で始まったら本当にずっとまっすぐにストームが進んでいくタイプ。まあ一番使われてるのがスウェイのエンドゾーンやと思うんやけど、まあ、俺の島はそれよりも幅を広く取ってやるんで、初心者とか中級者にはおすすめかな。上級者はスウェイでいいと思うんやけど、まあ、初心者とか中級者とかあんまり進行慣れてない方とか、まだエンドゾーンがあんまり分かってない方はこっちの方が使いやすいかなとは思います。では次、デュオエンドゾーンスクリームのワンウェイ、一方方向、さっきの島のデュオ版と思ってください。デュオの時はこういう待機所がしっかりと作られてて、ここで自分の対応するチームに振り分けてチームを選択してください。例えば自分がチーム4に行くってなったら、チーム4の場所に移動してチームも変えると、まあそうすると分かりやすいですよね。自分が今どのチーム番号を選んだかとかが分かるんで、で全部が決まったらゲームスタートしてもらって、さっきのワンウェイのデュオバージョンと思っていただければ、あとはね本当にやることは一緒。デュオのエンドゾーン意外と俺はあんま知らないんですよね。ソロはいっぱいあるんだけどね、よかったらデュオの練習と思って使ってみてほしい。ただこっちもやっぱり初心者とか中級者向けではあるかな。間隔をだいぶ広く取ってあるんで、本当にまだ進行が慣れてない人とか、連携とかもあんまりやったことないチームとかはこっちで練習するといいと思います。で難易度が高い方は次に紹介するランダムストームですね。ランダムストームの島は2種類あって、チームカスタムとチームランダムです。こっちはチームカスタムなんで、まず待機所に行って、さっきみたいに自分のチームの番号に振り分けて、で、チームが完成したらゲームスタートしてください。でこの島はスタート地点が上空にあるっていう特徴的な島 でこれ隣ね、1人湧く場所見えてないけど、隣が相方の湧く場所なんで、これはデュオで一緒に湧くことができます。で間欠泉で飛んでもらって、上に全部拠点があるんで、まあ、これもスタートの拠点をランダムにしたくて、こういう風にギミックを作りましたね。できるだけ最初の立つ拠点ですらランダムにしてスクリームっぽくしたかったんで、こういう風になってます。でカスタム、これはチームカスタムなんで、さっきチームを選んだんやけど、チームランダムも作ってあります。チームランダムの場合は人数が入り次第ゲームスタートしたら勝手にチームメイトを組んでくれるっていう、まあ参加型に使えるかなと思ったんで、
そういう島も作っておきました。合計で5種類ですね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとグダグダな感じもあって申し訳ない。声に覇気もなかったかもしれんけど、頑張って作ったんで、ぜひ皆さん使ってみてください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、島のクリエイターサポートもよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。